お得でございます。こういうものなんですよ。たくさんさせていただきます。それで、私のことはともかくですね、先ほどから遠藤代表理事ですけれども、藤井久志という名前で、今、一番近く皆さんが見ようと思うと見られるものは、YouTube の日めくり3分間名画の旅というものを365日、365枚をやるつもりで、今月が最後でございます。1年間やってまいりました。なぜそういうことになったかというとですね、もともと藤井先生がされていたのは世界の美術館です。美術館と組みまして、世界の美術を映像に撮りまして、それを皆さんに見ていただくというお仕事をずっとされております。なので、それぞれもちろんあれでしょ、美術館とは契約をしまして、絵を下ろしてガラスを外して、それで写真を撮る、そういう映像としてやってまいりました。なので世界の美術に関してはもう日本一でございます。世界一でございます。その先生が外から見た北斎をびっくりしたんですね。日本国内で言いますと、浮世絵のものをたくさん皆さんご覧でしょうけれども、浮世絵師の一人であるという認識が多いんですが、藤井先生は世界から見た北斎を見ました。印象派が、北斎の存在のおかげで印象派というものができて、フランスと日本の関係というのもそうですね。アール・ヌーボー、アール・デコ、皆様ご存知らしい、特に女の人はよくご存知だと思いますが、それもすべて北斎の絵から始まりました。そのお話も先生がしてくださると思いますので、皆様今日お楽しみに、たっぷり時間をとって皆様に聞いていただこうと思っております。終わりましてからちょっとご質問でもあればまた伺います。先生大丈夫ですかね、こんな拙いご紹介で大丈夫でしょうか。そうです。ではマイクはピッとやればいいんじゃないですか。どうでしょうか。やりますか。はい、長らくお待たせしました。大変な準備が時間かかるものですから、今回は大丈夫です。神業でございました。皆様のお力をお待たせいたしました。ありがとうございます。では早速、今日はですね、世界から始まりましたから、ダ・ヴィンチと北斎でございます。これがテーマでございます。教育者北斎の真髄、どうぞお楽しみくださいませ。またまた後ほどでございます。どうもありがとうございました。私はですね、今紹介していただいたように、名前は遠藤なんですが、ほとんど藤井久志という、これはペンネームですね。ペンネームで美術の番組を100本以上作っておりますので、大丈夫かな。聞こえますか。はい。あ、じゃあこれでお話します。ですね、私の名前はともかく、美術の番組をですね、40年ぐらいやってましてね、ほとんど世界を撮ってたんですね。ですから例えばルーブルですとかプラドですとかバチカンですとか、日本のベースが。またやってましたので、ここですね、向こうで、こんぐらい撮ってるんですかね。そういうことで、世界の美術館とやってますとね。ね、それ外したらどうですか。手で持つと。こっち側、先生、こっち側に向いた方がいい。顔こっちに向けて。先生、今何の件ですか。あっちの方はならないんだ。あれ、ここにあったりした。いい方。ただ、位置が近いんじゃないですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。いや、ちょっと位置、喋る位置あります。言いづらいかな。
大丈夫かな。あります。今です。大丈夫ですか。どんどん喋っていきますけど、聞こえづらければ言っていただければ。ですね。私もいろんなことをやっておりますけれども、例えばですね、藤沢市というのはペンネームなんで、例えばこういうフェルメールからの手紙というのも私の著作でございますが、藤沢市って書いてございますね。ほとんど遠藤という名前は使ってないんで、番組の場合にはですね、著作チェックというのがありましてね、その他に監修というのがあるんですね。プロデューサーをやったり監修したりっていう2つ名前がいるんですね。で、遠藤っていうのと藤沢っていうのと両方使ってるんですが、ほとんど番組もそうですし、著作物はほとんど藤沢市でやってますね。まあ、今日のダヴィンチの秘密っていう本を出しておりますが、これも藤沢市ですね。こんな形で、番組もそうですが、ビーズのマーケットでは一応実際にほとんど取ることになっています。それで、今日のタイトルのダヴィンチと北斎、これとても僕は面白いタイトルで、他にもいくつかレクチャーやったんですけども、ダヴィンチと北斎っていうのは一番人気があるんですね。というのはダヴィンチというのは皆さん分かりやすいと思うんですね。皆さん知ってますっていう。ところが実際にはダヴィンチはほとんど難しいんですね。何が難しいのかって言いますとね、ほとんど分かってないんですね。ですから知ってますってよっていうのはどの歌詞を知ってますかっていう我々に言いますとね。でダヴィンチというのは面白い男でしてね、世界中でダヴィンチが話題にならない国はないんですね。彼が死んでからもう500年ぐらい経ってますけども、毎年世界中が話題にしてるんですね、ダヴィンチっていうのは。そのくらいダヴィンチっていうのは知られておりますし、若いくらい。で、しかもですね、1452年に下に書いてございますね。15世紀ですね。15世紀にルネサンスを起こしたことですね。このルネサンスっていうのはですね、とても今大切なんですね。それは時代が変わらなくちゃいけないという時にいろんな人たちが現れるんですが、人類の人間性復活をやったのがルネサンスという言い方をするんですね。これはね、今のコロナ、今地球がコロナで大騒ぎしておりますが、この15世紀にもちょうどペストなんですね。まあ黒死病とも言いましたけども、ペストでバタバタ死んだ時にですね。ちょっと変えましょう。なるほど。気遣い。もしくはマイクの位置でしょうか。ああ、さっき向こうでやったときは大丈夫でした。こうやって喋ったもんね。はい、全然。はい。それじゃあ僕が持ってる喋る。はい。大丈夫かな。あ、今度は少しいいですね。ですね、このダヴィンチというのはですね、まあ我々はレオナルドという言い方をするんですね、プロの世界から。というのはヴィンチというのはヴィンチ村というフィレンツェのすぐそばにある、まあ、90キロぐらい離れてますかね。ヴィンチ村のレオナルドさんなんでね。ですから東京の何々みたいな話になってしまいますんで、我々プロの世界ではレオナルドという、そういう言い方をするんですが、このレオナルド・ダ・ヴィンチという男はですね、暗黒の中世から人間を脱却させたという、そういう大きな役割があったんですね。先ほど言いましたように、その15世紀のそのペストというのは大変な惨事になりまして、教会が沈めるということを言ってたんで、沈まらないんですね。
あいつら信用できないって話になるんですね。ところがその頃は教会の絶対的な力を持ってて権力者ですね。もっと言うとその教会に逆らうと魔女裁判、宗教裁判、みんな処刑されてしまうんですね。でこれはおかしいじゃないかということで、で人間性復活っていうのはですね、まあ、フィレンツェのカッタッと言われてますけども、このレオナルドなんかが大騒ぎをして、この時代はダメです、変えましょう。ところがバチカンというその宗教が力を持っている家ですから、バチカンが悪いんだということを言えない、攻撃しますよ、宗教裁判にかけられますんでね。それでルネサンスっていう、再生っていうフランス語ですが、そういう言い方をするのですが、ここからその世の中が変わったっていうんですね。やっぱ変わったっていうのはですね、人間性がそこから復活したっていう言い方ですよね。ですから美術史の上でも、その暗黒の中世、13、14世紀から脱皮したっていうルネサンスっていう。ということはですね、人類の最大の革命っていうんですね、ルネサンスというのは。で、もう一人、ここに北斎という男がありますが、この北斎というのはですね、19世紀に時代を変えたという言い方をするんですね。これはとても皆さんにしたら北斎というのは何だという芸師だろう。ちょっと違うんですね。世界を動かせる力があった日本人というのは彼だけなんですけども、まあ、もう少し言いますと、日本人で一番世界で知られているのは北斎なんですけども、そういう意味では北斎というのは日本よりも海外にもはるかに知られています。これは19世紀のですね、まあ、皆さん知っている印象派、あれを動かすという言い方をするんですけども、で美術史の世界では19世紀の、要するにジャポニズムという風ですけどね、ジャポニズムの風が吹かなければ19世紀の美術はありえなかったという、こういう大きな言い方をするんですね。まあ、皆さんが知っているそのまあ、ルーブルがありましたね。その前に20世紀美術館がありますね。バチカンから見まして、っていうんですかね、例えばそのレオナルドもそうですけども、そのバチカンのエリアから離れていきますと、いろんなことをできるようになるんですね。そういう大きな流れの中にいた、例えばレオナルドもそうですし、北斎の場合にはそういう影響力は全くないですから、勝手なって言いますかね。日本のオリジナルのことをやってても、彼らにすると全然神と違うことをやってるっていう言い方をするんですが、そういうこの北斎という男は、世界ではですね、とても大きな存在なんですね。で、我々は私の場合には北斎研究家でもありますので、北斎のことをずっと研究していきますと、こんなに面白いのかっていうのはよく見えてるんですが、それはですね、皆さん知ってるかな、今の日本のパスポートは北斎全ページなんです。日本人の証明書は北斎なんですね。パスポート、新しいパスポートをご覧になった方がいらっしゃるかしら。はい、いらっしゃいますね。あれは48ページ、全ページが北斎の絵ですね。ということは北斎知らないと日本人としてこの絵は何名でしょうっておかしな話になるんですね。ですから海外にその手掛けていったときに、この絵は何でしょう。全ページ北斎、50ページ。北斎で埋め尽くされているのが日本のパスポートで、世界中はさすが日本だっていう、絵画で埋め尽くしたパスポートは初めてできたという言い方をするんですが、そういうその北斎という存在がありましてね、これは19世紀の非常に大きなその役割をした男。こちらが15世紀、ルネサンスをした男。まあ、そういう意味でですね、ちょっと動かしてくれるかな。ちょっと並んでよな。一枚ずつ。いい。ですね、グレートウェーブはちょっと見たかったんですけども。グレートウェーブは、はい。ですね、さっき言いました、その、
9月36系の中の1枚でグレートウェイブという神奈川沖波浦という富士と波が描いてある絵があるんですが、それはですね、このモナリザに次ぐ有名な絵なんですね。これは世界中の美術館が言うんです。世界一の知られている名画というのはモナリザ、2番目に知られているのはグレートウェイブ、そういう言い方をするんですね。でこのグレートウェーブってのはなぜそれだけのそのウェイトがあるのかって言いますと、世界で一番青の美しい、そういう表現をするんです、海外。要するにベロヤを使ったその現地に青を引いている絵ですけども、そのグレートウェーブとそのモナリザって並び称されるんですね。というのはですね、この2人はですね、我々の今日のテーマにもなってましたけども、その教育者なんですね。これはダ・ヴィンチというのはですね、この絵、そうですね、ちょっと、この絵から説明、ちょっと説明しましょう。皆さんほとんど知ってらっしゃいますけども、ほとんど知られてないんです。どういうことかって言いますとね、この絵は絵画史上、もうこの絵を超える絵はない。そういう言い方をされる絵です。なぜ超えられないのかって言いますと、情報量が多いんです。で、この絵は未完成。ダ・ヴィンチが最後まで話さないで、まだ書き加えてた。で、なぜそういうことになっているのかって言いますとね、これはレオナルド・ダ・ヴィンチという男は万能の天才ですね。人体を解剖したり、ヘリコプターを開発したり、皆さん乗ってる自転車、これもダ・ヴィンチですね。そういう意味ではダ・ヴィンチというのは相当、音楽の好きな人がいっぱいいらっしゃるからですけども、音楽家でもありますね。作曲もしてます。実際には楽器も弾きますし。それとダ・ヴィンチというのはですね、ある意味で万能の天才というのは人類の最高の優秀な人間なんですね。その万能の天才があらゆる情報を塗り込んだ、そういうことを言うんですね。で、例えばですね、モナリザというのは謎のほほ笑みと言いますが、このさ、唇ですね、右と左かき分けてるんです。片っぽは知的な唇、片っぽは笑ってる唇、両方描いてるんです。真反対。ですから、こっちから見ると向こうから見ると違うという。そういう不思議な絵なんですね。ダ・ヴィンチの場合には科学者なもんですからね、例えば遠くの山が青く見えてますけども、要するに遠くがぼやけてブルーに見えるのは空気が水蒸気を含んでいるからだ、という表現をするんですね。で、この話はね、ちょっと、どこにそれますが、ミケランジェロというのは、皆さん、三大巨匠の一人ですが、23ぐらい、ダ・ヴィンチでしたですね。そのミケランジェロとそのダ・ヴィンチがフィレンツェで一緒にいた時期があるんですけども、このダ・ヴィンチはもうその頃、超一流のその学者なんですから、この人はですね、絵画が最高の芸術だというんですね。これは絵画は最高の技術って言いますと、音楽家も起こりますしね、彫刻家も起こるし、小説家も起こるし、なんで絵画？とミケランジェロは彫刻家ですから、彫刻の場合には360度起これる。これが最高だろう。絵は平面じゃないか。という。そうしますとね、ダ・ヴィンチが言ったのは、君の彫刻は素晴らしいけども、君は空気が掘れるか。こういう話。ミケランジェロは彫刻家ですから怒ります。なんで空気掘れるか見えないじゃない。僕は空気をかける。こういうこと。それを書いたのこれ、こういうことを言うんですね。で、遠くの山は青く見えるのは水中に空気を含んでるから。そんなこともわからんのか。そういう話をするんですね。ということは、彼が言ってる空気遠近法もここには書かれてるんですね。それと、その人間っていうのはその微妙にその陰影があるっていう顔には。で、線はないんですね。
人間の顔には線はない。ところが、本当線はないから、この境目を手で消すんですね。スロアートって言うんですけども、ぼかすんですね。このぼかしの中に美が、こういうことですね。ダヴィンチっていうのは、さっき言いましたね、科学者ですし、天文学もやってますし、人体解剖学もやってますから、こいつ何を言ってるのか。ということで見ていきますとですね、いろんなことをこの絵の中に情報として入れたんですね。だからこの絵を起こすというのはそれだけの情報を持ってる。しかも絵がうまい。そういう人しかこの絵を見ることはできないという意味で、もう万能天才現れんだろうという言い方をされるので、この名画を抜く名画はもうないでしょうという評価をされる絵ですね。まあ、この絵はいくつも不思議な話があるのですね、背景に描かれているあの川は何だという、このことは覚えておくといいんですけども、水を描くんですね、ダヴィンチは。で、これはミケランジェロとの対話の中でもあるんですけども、その人体というのは地球と一緒だ。体の中に流れている血は、地球の川だ。地球と人体は一緒だ。そういう表現をするんですね。で、自然から学び。これは今でもとても大きなテーマとして言われますが、自然から学びという。それがダヴィンチが言った名論なんですけども、そういうことはこの中にいっぱい含まれている不思議な絵なんですね。しかも、先ほどのミケランジェロの話じゃないですけども、まだまだここには塗り込める。要するに君の彫刻には足していくことができるか。僕はどんどん情報をこの中に埋め込んでる。という絵なんですね。そうしますとね、そんなことができるやつがいるのかという。そういう意味では、まあこれはジョコンダ、海外ではジョコンダって言うんですね。ジョコンド夫人のジョコンダですね。マダムジョコンダって言うんですけども、とても不思議な絵だということでですね、ほとんど分かりづらいんですね。まあ、不思議な絵を描いたレオナルド・ダ・ヴィンチという人がいましてね。で、先ほど言ったように、その教師なんですっていう。で、時代を変えた教師というのが、ダ・ヴィンチですね。この絵はですね、我々の美術の世界から言いますとね、モナリザよりも面白い絵なんですね、これは。何が面白いのかって言いますとね、人が3人いる、羊もいるって、いろんなものを見える絵なんですね。これは聖アンナと聖母子というタイトルですがね。この聖アンナというのは、マリアのお母さんですね。マリアのお母さんがいて、マリアがそのお母さんの膝に乗ってる。その下にキリストがいる。その下に羊がいる。そういう構図ですね。この聖アンナがマリアのことを心配して見ている。そのマリアはキリストのことを心配して見ている。で、このマリアは手を伸ばして、キリストを手を差し伸べてますが、羊から離そうとしているんですね。羊というのは生贄ということがありましてね、危険だという、危険から離そうとマリアはしている。そういう絵なんですが、この絵の凄さっていいますかね、黄金比という言い方をするんですね。黄金比というのはですね、音楽でいう絶対音階。要するに構図の上の黄金比がこの中にあるという、そういう言い方をするんですね。で、これはね、お気づきになった方がいる三角の構図になってるんですね。で、この構図をラファエル、まあ、彼は30歳下ですが、ラファエルは真似ますね。そのダ・ヴィンチから絵を教わったという
午後に乗って一番安定して見れる。というのは、骨の中にはそういういくつかの情報がやはり入ってるんですね。さっき言ったように、モナリサ一人でも面白いけども、これは三代の親子を描いてるのと羊まで描いたという。とても我々から見ると面白い。しかも黄金比でできている。まあ、持っていますとね、本当は下の足のところに細かい文字まで書き込んであるんですね。いろんな情報を入れてるんですけども。まあ、そういう不思議な絵なんですが、これもルーブルにあるんですけども、あんまり皆さん、この絵の前に行かないんですね。モナリサのところを取り次ぎちゃって、この絵を見過ごしてますって、ほとんどそうなんですけれども、出た廊下のところにある絵ですが、とても素晴らしいですね。もう一枚見てるかな。これは、レオナルドが21歳の時に描いたんですね。若い時に描いた。初めて絵を任されて、まあ、ベロッキオの工房で初めて描いた。お前描いてみろって言われて描いてるんですけど、これ今のモナリサの絵の、まあ、5倍も6倍もある大きな絵です。ダ・ヴィンチが描いた絵画の中で一番大きな絵画ですね。この絵はね、まあ、なぜこう、ここに持ってきたのかって言いますね。7年前ですかね。この絵は私、フレンツから持ってきましてね、東京の国立博物館で自宅の展覧会をやったんですけども、あの展覧会は史上最高の展覧会と言われてましてね、1ヶ月で100万人、東京国立博物館。あれは私がこれ持ってきたんですけども、大騒ぎになりましたね、ここの国宝ですから、大騒ぎになったんですが、でこのことはよく知ってるんですけども、イタリア政府を出さないと大騒ぎになりますね。まあ、営業を持ってきたんですよ。で、この絵の面白さはですね、何が面白いのかって言いますと、真ん中ですね、マリアの奥にある、ぼんやりした窓の奥、あれは水が描かれてて、山が描かれてますね。先ほど言った空気遠近法という、遠くは青く見える。水蒸気で、そういうものをもう二十歳の頃に実践してるんですね、ダルは。それと、受胎告知っていうのは春のものですから、草花、春の草花がいっぱいに下に引き込まれてるんですね。ガブリエルが差し出しているのは、これは白百合ですね、白百合ですが、白百合というのは人血の証なんですね。だからあなたは人血なのに、神の子を身を産みましたという天使ガブリエルが告げている場面ですけども、そのガブリエルの羽がですね、すざまじい羽を、人間が本当に羽を生えてるんだという素晴らしい羽を描くんですね。これはダ・ヴィンチが二十歳の頃に描いたりとか。それとですね、この絵はですね、こっちの画面で向こうの角度から見れるようにできてて、手足だとか寸法が違うんですね。正面から見ると、これおかしいなっていくつもあるんです。ところが、こういう一番壁の奥に描けられる絵だったんで、こっちはか、こっちの画面と全部合いますよ。そういうふうに書かれてるんですね。非常に面白いです。まあ、ある意味トリック絵みたいな、そういう書き方をしてるんですが、向こうの端に座ってみると、パッパッって手足のスーパーがピシッと色にできたんですね。そういう面白い書き方をしてるんですが、まあ、ダヴィンチの一番最高傑作のうちの一枚ですが、21歳の時に書いた、とんでもない、名画ですね。これはウィトル・ウジュスと言いましてね、ダヴィンチというのは科学者なんで、その人体というのはこういう構造になっているという、広げてくるぐるってますが、全部180の円形ができるみたいなことを書き込んでますね。こういう、その、って言いますかね、人体解剖図。今の医学の世界でも、彼の人体解剖図は抜けないんですね。これは養老孟司さんが言ってましたね、今の一番の学者の、あのダ・ヴィンチの解剖図は抜けないよ。今の時代でも500年経っても抜けない。
ものすごく正確に描ける人なんですね。まあ、この時代にね、人体を解剖してるとね、これは犯罪なんですね、あの時代は。見つかるとキリストにあのバチカンから処刑されるという時代に、死体が出ると病院の地下室で行って切り刻んだという、ろうそくの下で切り刻んだ。とても面白いことをやる人ですけども、気持ち悪くてみんな弟子が逃げたという、夜中になると解剖してるという。何も彼はですね、さっきのあの、同じもそうですけども、最初に骨格を描く。それに肉をつける。それから着物を着せる。そうしないと、実際の、その、なんですかね、実感が出てこないという、そういう言い方をする人で、人体解剖するっていうのはどんどん切り刻んでますね。女性の体内の切り刻んだ赤ん坊まで見せて、そういう表現をしています。これはですね、ダヴィンチの趣向というのがございましてね、8000ページの趣向というのは、その中にいろんなことが書き込まれているんですね。ですから、先ほど言いました、そのダヴィンチというのは万能の天才だ。万能というのはどういうことだって話になるんですね。あらゆることを知ってたっていう。この人面白いのはですね、そのお金がないもんであちこちに旅をして歩くんですけども、旅をして歩くっていうのもまた北斎というふうに言うんですかね。旅の意思というんですが、旅をすることで知識を積み上げていくんですね。ですから、この人はミラノから、まあ、ちこちこ旅をしてもありますが、その8000ページの中にいろんな情報が書き込まれてて、これは逆さ文字で書いてあるんですね。鏡文字というんですが、鏡を映さないと文字が見えないんですね。そういう8000ページ書いてますけども、まあ、僕はそれみんな見たことありますが、まあ、これですね。これはダヴィンチの趣向ですね。こんな風になってる趣向、いつも手帳を持って歩いてて、ここにいろんなことを書き込んだんですね。こういうことはいろいろ書いてますね。これもそうですね。これは手ですか足ですか、ハイボールですよね。こういうことは8000ページも彼は残しているんですね。でこれはですね、8000ページってのはどうなんだって話になるんですけども、例えばウィンザー市港でもいいんですけども、これはエリザベス女王が持ってますね。からアトランティコ市港、それからマドリード市港、マドリードはですね、あっちこちらにこちら持ってます。ビル・ゲイツが持ってますよね。30億かな、なんか出して買いましたよね、一部。というのは本物ですね、もちろん。そういうものが散らばってあるんですけども、8000ページのこういうそのダヴィンチというの思考というのを残してまして、そういうすざまじいところなんですが、さっきのミケランジェロがちょっと出てたけど、見えるのかな。そう、うまい。ありましたね。これはミケランジェロがバチカンのシスティーナ礼拝堂の天井画に描いた絵ですね。これ一コマですけど、その一コマです。4メートルぐらいです、一コマ。大天井画ですけど、そのうちの一枚ですけど、これ皆さん見てわかるかな。非常に彫刻的に描かれているんですね。ミケランジェロは彫刻家なんで、この絵を依頼された時に断るんですね。僕は彫刻家なら絵は描かないって断るんですけども、ノートやね、描くって言われて描いて、4年間天井にへばりついて描いてるんですけど、一人で描き上げた。これがそのうちの一つですね。アダムの創造というんですけど、これわかるかな ?ET。人と、これはここから、ET はここから人ですね。指で。まあ、その原型の絵ですけども、このミケランジェロっていうのは先ほど言いましたように、すざまじい彫刻家ですが、絵もとてもうまい人で、ただダヴィンチの後輩なんですね。で、よく使うからんです。よく使うからっていうのはですね、金がないやつは絵を描くな。
芸術をやるな、そういう突っかかり方をするんですね、ミケランジェロ。というのは、なぜそういう、そのミケランジェロが先輩のダヴィンチに対してそういうのかと言いますとね、ダヴィンチは逃げのダヴィンチと言いまして、何回も逃げてるんですね。というのは、書きかけの絵がいっぱいあるんです。仕上がってる絵は10枚ないんですね。だから絵描きじゃないですね。大工房を持ってましたんでね、工房を持ってて10枚で増えるわけがない。絵描きじゃないです。ダヴィンチというのは科学者です。しかも戦闘家ですよね。傭兵隊の隊長まで。いろんなことをやるのがダヴィンチですね。で、そのダヴィンチに対してミケランジェロは、貧乏人は芸術はやるな。お前は仕上げてないじゃん。いつも逃げちゃうじゃない。本当に4回逃げて。逃げるっていうね、お金もらってですね、土地まで帰っていなくなっちゃうんですね。で、さっきのモナリサも、フランス、ルーブルにありますね。まあ、あれは最後に逃げたっていう、なぜかっていうと、あれは肖像画ですから、肖像を依頼されてお金もらってんですね。渡さないで、結局フランスまで行っちゃったっていう。で、フランスは一斉に持って行っちゃったんですけど、一緒にね、ダヴィンチと一緒に。で、最後まで描いてた。なんかも再生されるんですよね。あの日本だけが戦争されるんですが、まだ出来上がってません。ずっと言ってて、結局死ぬまで十数年持って歩いてですが、そういうことを指してミケランジェロは、貧乏なやつは芸術をやるな、そういう言い方をするんですね。なぜかと言いますと、この2枚、その天井画を描いてるって言いましたけどね、このミケランジェロっていうのはバチカンを背景にしてますから、お金に困らないんですね。しかも彼は貴族なんてですからね、小さい頃からお金に困らない。ダヴィンチってのは私生児なもんですから、ほとんど学校行ってないですよね。ところが、レオナルド・ダヴィンチってのは不思議な男で、自分で辞書を作った。ラテン語の辞書を作った。一人で勉強した。すざまじいよとかですね、彼の辞書ってありますけど、すざまじい辞書を作って勉強してる。とても面白いのがダヴィンチですけども、ミケランジェロはラッキー。幸福な家庭に育っているものですから、レオナルドに対して微分にはよくあるかみたいな、そういうそのふっかけ方をするんですが、そういう、まあ、ある意味じゃ仲良しでもあるけども、喧嘩ばっかりしてたというのは、ミケランジェロとレオナルド・ダ・ヴィンチですね。で、今、現れているラファエロというのはですね、これはルネサンスの三大巨匠と言われますが、この人は30ぐらい人ですね、レオナルドより。で、先ほど言った三角の構図って言いましたね、黄金比って言いましたけども、その三角の構図が完成された絵がこれだ。三角の構図になってますね。マリアを中心にして、しかも美しい絵ですね。色彩の美しさと構図はしっかりしている、色彩も美しい、しかも子供が裸で言いますが、この人体表現はミケランジェロから習っている。ミケランジェロ その人体表現とダヴィンチの構図、もっと言うと黄金比などを学び取った絵、二つの巨匠のいいところを抜き取ったラファエロというんですけども、この絵はですね、ヨーロッパの300年間絵描きの基本になるんですね。ですからよくまあ、17世紀も18世紀もそうですけど、みんなイタリアに勉強に行くっていうんですけども、ラファエロを学びに行くんですね。ラファエロが絵画の基幹なんです。皆さん絵描きはみんなこれを勉強した。これの後に続く、例えばレンブラントにしても、ベラスケスにしても、ルーベンスにしても、全部この絵を基幹にしてるんですね。そういうのが今のラファエロですね。これ今は絵が変わりましたので、ちょうどいいんで。これは世界の三大名画、この三枚ですね。これを世界の三大名画と言うんですね。マリサがいて、下にラスメニーナス、ベラスケスのラスメニーナス。で、その横にレンブラント。これを世界の三大名画と言うんですね。で、ラファエロの後、その絵の規範とされたのが、この
アスメニアスを描いたベラスケスですね。この人は絵のうまい人ですね。ここにある女官たちという絵ですけども、この絵はですね、先ほど言いましたレオナルド・ダ・ヴィンチが言っている空気遠近法が到達した絵だ。そういう表現されるんですね。で、まあ、画家の中の画家って言われましてね、ラファエルの次にこの人が絵の規範とされるベラスケスの名画ですね。これは17世紀の宮廷で、マルガリータ女王を描いた絵ですけども、すざまじい絵ですよね。この絵は大きい絵ですけどね、等身大に感じる、そういう大きな絵ですが、この絵の前に行きますとね、17世紀の宮廷にいるような気持ちにさせられるんですね。空気感ですね。すざまじいですね。これは僕だけじゃないです。みんな、17世紀に引き込まれる。それは、ブラスメインです。ベラスケスですね。まあ、それは2番目。で、レンブラントの、やけ、まあ、このお二人とも、バロック。17世紀のバロック期の巨匠ですが、ここはオランダの巨匠ですね。夜景というのは、ちょっと見づらいかもしれませんけどね、ちょっとすすけてるんで、暗い風見えるんで、夜の警備に行く姿と言われてましたが、そのニスを剥がしましたら、あら、昼間の景色になって、今、昼だって分かってるんですけども、昔から夜景って言われてるもんですから、変えないで今でも夜景って言います。夜の警備、昼の警備ですね。で、あそこで書かれてるのはですね、集団肖像画っていうのを一列に並べて書いたりしてたんですけども、レンブラントはですね、奥行きを書いたりですね、手前の人に光を当てたりして、陰影を作って舞台装置みたいになっちゃうんですね。こういう表現をして、その一つのドラマを絵の中に作ったっていうんですね。そうしましたらね、この絵は面白いのは奥の方の人たちがですね、顔半分の人もいるんですね。これはオランダですから、タッチカウントって言いましてね、割り勘なんですね。参加者は全員でお金払う。顔の半分の人とか奥の方の人は、こんなの体調に光が当たってるなら、体調に必ずしも嫌だよ。ここからレンブラントが凋落するんです。お金いただけなかった。凋落するんですけども、とんでもない面白いですね。ここからドラマを始めたかっていう絵の中にそういうものを書き込んでいくんですね。でも、まあ、これも天才ですけどもね。まあ、そういうのが今の三大名画。これはね、三枚の名画ですから、もう一枚はさっき言った北斎のグレートウェーブをしていればやると思うんですけども、まあ、そういうことを含めましてね、今の2人のそのベラスケス・レンブラントという17世紀のバロック期の巨匠って覚えたと思います。で、今出てきたのはですね、ムリーロっていう、これもスペインの画家ですが、なぜここに突然三大名画の他に出てきたんだと言いますとね、この17世紀の先ほど言いましたペストの時にですね、この絵がペストを鎮めたと言われるんですね。この頃のスペイン、人口の半分死んだんです。17世紀のペストは、ね、今と違いますね。すさまじくどんどん死んだ。彼がこの絵を描いた時にですね、奥さんも息子3人も死んでるんです。それでこの絵を描いた。今と同じような状況の中で。で、この絵がヨーロッパにマリア信仰をされたって言われてましてね、他はマリア信仰というのが出てくるんですが、この女性、ものすごく優しいんですね。要するに女性の優しさが、そのベストをいさめた、癒したという絵なんですね。大変な17世紀の疫病の時に、この絵が活躍した絵なんですよという。そういう意味で、その無限在のやりを持ってきましたけど、綺麗な絵でしょ。このマリアは、白紙の少女を描いた。それがこのマリアの顔です。まあ、これがモリージャのマリア像ですけれども、マリアがペストをいさめたというのをちょっと覚えてくださいですね。
ここにルーブル美術館が出てきましたね。この美術館はね、僕は80回ぐらい行ってますからね。とても面白い美術館でね、何回行っても新しい発見ができるんですね。奥が深いんですね。で、まあ、地下にもいろんなものがありましてね。未発表のものなんかですね、これから発表しようというのもいっぱいあるんですね。そういうルーブルですけども、みんなピラミッドを作りましたよね。これなんだみたいによく言われるんですけどね。ルーブルっていうのは面白いんで、古いフランソワ一世が作った、先ほどダヴィンチを連れてったフランソワ一世が作った王宮ですけどね。それでも、このバチカンの古い宮廷の中に、宮殿の中に、こんな新しい現代をバーンと建てるんですね。何をやってるのかと言いますと、新しい芸術も取り込む。そういうことなんです。新旧合体させる。そういうフランスの凄さがあるんですね。それと、もう一つ、そのルーブルをなぜここに持ってきたのかって言いますとですね、フランスという国はですね、ルーブルを中心にパリを作ったんですね。パリは円形にこう広がってますけども、ルーブルを中心に作って、なんだろう、ね、文化を大切にしている国なんですね。まあ、このことが言いたくて、このルーブルを出してるんですけど、日本は全然違うんですね。絵を大切にしない国だという。先ほど言ったように北斎のことも教科書にも書いてないし、海外ではなぜ日本人は北斎知らないのかという言われ方をされましたけれども、海外の方がよく知ってますね。もっと言うとパリの人たちが一番よく知ってます。先ほど言いました北斎の娘のウェイっていうのがありましたね。娘がウェイのことはパリの人はみんな知ってるんですね。日本人は上知らないかって言われて、いや僕は知ってますけどね。この上は絵師なんですね。親子絵師なんですね、北斎というのは。ですからあれだけ3万枚の絵を残して。しかも、先ほどちょっと出てましたね、教育者という意味では、この後で言いますが、教育者北斎という、そういう面を持ってまして、実際には寺尾を指導していたのは娘の上だと。女性が活躍してたんですね、陰で。でそのことを世界はよく知ってましてね、お役医師はすごい、ね、日本人もおえって何ですか。おえのアニメがありましてね、それはパリでアニメ大賞もらってましたけど、日本ではあんまり流行らなかったですね。僕は言いましたけども、そういう意味ではおえって娘がいます。6歳のお役医師、まあそういうその教育者っていうのがおりましてね、まあ、それは説明しますが、このオルセイがあって、その対岸に、オルセイですね、ルーブルの対岸にオルセイ、すぐ目の前ですね、橋を渡ると、セーヌ川を渡るとオルセイがあります。で、なぜここにオルセイを持ってきたのかって言いますとね、このオルセイっていうのは印象派の美術館ってんですね、印象派の美の殿堂っていうんですが、このオルセイ、これはね、45年、もう6年。そのぐらい前にできた美術館、新しい美術館です。僕は、ここはできてない時は知ってますんで、ね、ルーブルのある一角にあったものを持ってったんですね、向こう側に。19世紀以降の絵画を持ってったというんですが、近代絵画館なんですね、ルーブルの中の近代絵画館を切り離したのがオルセイですが、ここが何がすごいのかって、印象派の美の殿堂というんですね。で、その印象派を動かした北斎、そういう言い方をする。オルセイの初代館長もよく知ってますが、もう初代も何回もよく知ってますが、彼が書いてるオープニングのメッセージで、19世紀のパリ、ジャポニズムなくしてありえなかった。オープニングのジャポニズムになったんですね。日本の影響はどれだけ大きかったかということを、いう人ですけども、日本人は知らない。印象派を動かした、日本人の一番好きな画家はモネなんですね。一番好きな画家はモネ。その次にダヴィンチ。その次にゴッホ。日本人の一人さん。その朝新聞を調べたりですが、そのモネを指導してたのが北斎ですよ。北斎のいろんなものを取り入れて成功したのはモネです。
を、もうそうですね、まあ後で詳しく説明しますが、でその印象派のボスがマネですね。ただ彼はマネっていうのはですね、印象派の兄貴分でですね、印象派のみんなを面倒見てるんですね。これはカフェゲルバーというところで毎日集まってワンワン芸術体験をやってたんですが、このマネがそういうお金を全部出してですね、お金持ちです。だから印象は彼にたかって生きてきたみたいなもんですね。印象派って若い人が一回も参加しないです。第一回から一回も参加。ところが印象派の父って言われるんですね。そのくらい面倒を、印象派の面倒を見た人がマネですね。あ、これはマネの裸のように出てます。ドガーのように出てますね。このドガーというのはですね、マネとドガーっていうんですけども、印象派の中では兄貴分なんですね。要するに、ルノワールドとかマネなんかよりも10歳、8歳ぐらいですか、年が上なんですね。で、このドガーもお金持ちなんですね。マネとドガーが印象派を面倒見てたんですが、このドガーがですね、北斎の絵を一番最初に大騒ぎした男ですね、印象派の中で。で、何がドガーを大騒ぎしたかと、踊り子のかかっていますね、ドガーは。人間の動きをかかるんですね、ドガーは。だから踊り子が描けるんですけども、その動きという、絵の中に動きを捉えるというのを、北斎から教わるんですね。これは北斎漫画というんですが、この北斎漫画を、これはね、北斎漫画っていうのは、こういう壺屋なんかのクッションの支えでこう、くちゃくちゃになってる、新聞紙みたいなのを詰められたというのが、北斎漫画です。で、それを広げたら、ブランド、こんなの絵になってる。で、ブラックマンっていうのは、それを広げて、大騒ぎしたときに、マネが見て、この絵がわかるかって大騒ぎ始めたんですね。何を言ったのかって、線なんですね。この線が描けるかっていうことをドガーが言って、で、なんでそんなこと言うのかっていうのは、ドガーっていうのはね、古典をやってるんですね、マネと一緒に。新しい絵画をチャレンジしますが、実際にはそのアカデミーでちゃんと勉強してる人なんで、アングルの弟子ですよね。美術アカデミーの大教授のアングルの弟子ですね、ドガーは。だから古典をちゃんとやってるんですね。デッサンの基本が。で、このドガーはですね、アングルに弟子入りしたときに、毎日線を描かされるんですね。一応毎日描く。怒るんですね。俺は画家だと、なんだこれ、線ばかり描いて。一本の線の中に影まで描ければ、線がデッサンの基本だ。というのを教わってるんですね、ドガーだけ、印象派の中で。線が見える。それがドガーなんですね。それが北斎から、北斎漫画で大騒ぎしたんで、ジャパニスムという言い方になるんですが、フランス語ですね、ジャパニスムというのは。さっき言いました、モネも、ルノワールドも、ゴッホも、セザンヌも、みんな影響を受けましたね、北斎勉強したんですけども。このモネですね、これは水蓮というのは水と花ですね。この水は北斎の水って言うんです。水の北斎って言うんですけども、これは覚えておくといいですが、水の北斎。ですが、水と花は全部日本のものを取り入れたんですね。ジベルニー、まあ、パリからちょっと離れてるところにモネのアトリエがあるんです。で、モネの日本庭園もあるんですね、ジベルニーには。そこにこれがいっぱいあるんですよ。一面埋め尽くして。で、日本庭園を作るために日本からその植木師5人連れてって日本庭園を作ってる。で、このモネというのはですね、本当に日本かぶれと言われましたけども、このくらい大きな、この部屋ぐらいのアトリエですけども、200枚受け入れ、200枚あったんです。お金なんか1枚もあるんです。全部受け入れです。まあ、受け入れのモネと言われたんですけど。それで北斎から学んで、さっきの水っていうのが出てきます。まあ、まあ、水のモネというんですが、覚えておくといいんですが、出てきます。で、ルノワールのモーランドレにあるとこれは若い、まあ、モネと親友ですけどね、この2人は。これは
パリの丘の上にあるそのダンスホールですね、野外のダンスホールですけども、このロノワールはもうとても明るい絵を描く画家でですね、世界中でロノワールの絵が一番多いと言われていますっていうのは室内に描けるんですね。例えばセザンヌもゴッホも暗いからあんまり室内に描けたがらないんですね。ロノワールの絵は明るいから描ける。それと女性を描く、女性を描くととても上手い人ですね、この人は。これはね、さっきのモネとロナウドの仲いいもんですから、その2人で風景を描いていなくなったりするんですね、ロナウドは。とマネが怒ってまたロナウドいねえやん、どうしたまた女性のケツを追いかけていなくなっちゃったって有名ですけどね、あいつに絵描きやめさせろって言うんですよ、マネが描いてるんです。女性が大好きですごいついてちゃう、本当についてちゃうんですね。でもモネよりもルノワールのはるかに女性を描かせるとうまいですね。自然はモネの方がはるかにうまいです。面白いですね。好きこそこの上手なれていますけども、女性大好きな画家でね、で僕は可愛くて楽しいものしか絵にしない、そう言ったんですね。でこれはセザンヌが出てますね。この人はあの印象派の中でも後期印象派なんで非常に理論的なのですが、この人が一番大きく北斎の絵からに影響を受けた人って言われてますね。これは不思議ないですけども、リンゴが起こしそうになって正面から見るとあんな上から紙は上から覗けないんじゃないか、正面から見たのどっから見たいだっていう、あっちこっちから見てる目線で見てるんですね。それでまとめてやるんです。パッて見ると面白いなと思うけど、非常に人間の目というのはこういうふうに見るっていうんですね。見えてしまう、ある一点だけから見ても平面になんか見えませんよっていうのがセザンヌで、セザンヌはですね、北斎に一番大きな影響を受けたのは自然の山なんですね。後で出てきますけども、36系から彼は42枚の、今回は46系って言うんですが、42枚のセントビクタール山を描いてる。42枚。何を描いてるのかっていうと、季節によって、時間によって山の色が違う。これは36系から来たんですけども、それを描いてるんですね。あともう一つはですね、このセザンヌの面白さはですね、丸と三角と四角で絵ができる。でピカソやマティス、現代絵画の巨匠ですが、ピカソやマティスがセザンヌの神様だったんですね。そのくらい大きな影響力をセザンヌは持っているんです。ところがその原点は北斎なんですね。丸と三角と四角で絵ができる。それは北斎漫画に描いてあるんです。図形入りで描いてあるんです、北斎漫画。これで絵が描ける。さっき言った北斎教師ですから、子供たちにそういう絵の使いをして説明してるんですね。それをセザンヌは理論武装してパリに出す、ね。しかもこの絵を描いた時にそういう理論を出した。この人面白いのはリンゴでパリを驚かしてやる。本当に驚いたパリ。なんだこれ。そういう人ですね。現代絵画の父ってですね。セザンヌというのはとんでもない力を持っています。これもさっき言いましたその北斎から来てるんですよっていうとちょっと面白いですね。これはゴッホひまわりですね。まあ7枚のひまわりって言いまして、いっぱいひまわりを描いてますが、ゴッホも日本が大好きでね、もう日本に行きたくてしょうがなかったんです。本当に日本に行きたかったというのはしょうがないんで、アルルに行きたいよって書いてます。弟に手を持ってない日本に行きたかった、日本に憧れてたからですね。まあ、とてもかわいそうな、一枚も絵の具で習ったかわいそうな方ですけども、死んでから、まあ、弟の手をの神様が頑張って世に出しましたね。大変な、僕は今は疲れてます、日本に。それでも、ものすごく日本のことが好きで、弟手への手紙っていうのはすごい、これはもう文章にしても素晴らしいですね、あれ、文学的にも。このところに書いてありますが、北斎のような素晴らしい絵を発見した。
弟子ども弟子を前に見せたいと来いということは、ご夫妻は相当知ってるんですね。ご夫妻のような素晴らしい絵を発見して書いてますということは、ご夫妻というのはそのくらいいろんな人たちに影響を与えてるのですが、日本人は知らないんですね。興味がないっていうのは、絵画のことにあまり知識がない。寂しい話だと思った。今ロトリックが出たんでね、この人もとて もう日本大好きでね、あのここにこれ面白いんですけど、ポスター川ですね、ポスター川、大きなポスターですよ、これ2メートル以上ですよ。村の上に書いたポスター、黒で影みたいに書きますね。この黒が日本画の髪の毛から来たと書いてます。プロの表現するロートリックって言うんですけど、そのプロは日本側から来ましたと書いてますよね。で、日本の展覧会がありますと、ロートリックは下働きをいつもしてたんですね。これは足の短い子、ビコみたいな子、男ですけども、みんなが、あの下働きして、あいつはロートリックじゃないか。みんな不思議があるほど、日本展だといつもロートリックが働いてたっていう。だいぶの人は、ロートリックっていうのは、フランスで3番目のカニ店ですね。3番目のカニ店です。とんでもないカニ、お金持ちです。だムーラン・ルージュも書いてますけど、ムーラン・ルージュに自分の部屋持って、一番いいところに座ってましたからね、この人は。そういう人です。大金持ちです。で、ロトリックは、36歳ですか、亡くなった時に、お母さんが、あの子は日本に憧れてたから、船を買ってあげて、船は何でも買えるんでね、船買ってあげて日本に行かせてあげたかったって泣いたんですけど、これは書いてありますが、そのぐらい日本に行かれてたんですね。で、これはポスターを芸術にしたってことですね。ポスターって商業だから芸術じゃないってことです。ポスター芸術にしたのはロトリック。それともう一人、ミシャ。このアルフォンソ・ミシャっていうのを知ってるかな、皆さん。デザイナーの神様ですね、この人。で、この人のね、お孫さんに僕は、向こうでご一緒になったことあるんですけどね。これはね、まあ、よく見ないと思うんだけど、女性が花の冠をかぶってますね。あれ、北斎の花なんですけど、写し取ってんですね、北斎の花を。で、ドローイング、下絵を、北斎の下を僕は何枚も見せられましてね、どのくらい北斎を勉強したかと言われまして、じゃあ無者なんですよね、無者の。お孫さんですけど、下絵いっぱい見せられました。おかげで、北斎のおかげで、世界一のデザイナーになりました。うん、僕はクランでいっぱいごちそうになりますけどね、反対して。でこれ見ると分かるんですけどね、着物を着てるんですね、内掛けで帯を着て、帯は女帯をしてますよね。でこれとよく似てるんですけど、それは男帯でしたのかとかってしてましてね、着物の着方まで知ってるんです。で草花とその花は全部北斎から学んだ、そう書いてます。世界一のデザイナーが北斎の弟子か、本当なんですよ。そういうふうに知ってるとちょっと面白いですね。ちょっともう一回出てきましたね。あ、これはガレーですね。このガレーというのはですね、ガラス彫刻の一人者ですけども、なんで世界一のガレーになったのかと言いますとですね、真ん中に鯉が、北斎の鯉を貼り付けただけです。北斎の鯉を貼り付けたら、水の中に鯉が泳いでるよ。ということを言われるんですね。彼はガラスに北斎を貼り付けて世界一のガラス細工師になったんです。だから北斎をいっぱい貼り付ける、カエルも貼り付ける、トンボも貼り付ける、彼は北斎の弟子みたい、北斎を盗み取って、ね、本当に貼り付ける。今書いてあるのは北斎のやつ、北斎の恋です。
まあ、ロダンね。ロダンもね、これはあの印象派の仲間たちとさっき言ったマネなんかと一緒にですね、カフェゲルワで飲んでた仲間ですね。で、ロダンの一番仲いい、まあ一番弟子もそのグレートを真似て彫刻にしてますよね、大きな。だからそういう意味ではロダンも非常にジャポニズムに憧れて一緒に、その印象派と一緒に動いてた人ですね。あの印象派と一緒に動いてた。だからロダンにも彼にも、オネにも、マネにも、ゴッホにも、ゴーギャンにも、みんな影響を与えたのが北斎です。日本人はそれぞれ好きなのに北斎のことを知らない。それは、ピカソが出てきましたが、珍しいな。ピカソはですね、さっき言ったようにですね、セザンヌの神様なんて言ったことですから、要するに、抽象化するという、その実物をそのまま写し取らなくていいと。それをそのセザンヌから学ぶんですね。マルト三角と比較でいいという。それでこういう線描になるんですね、ピカソは。で、皆さん知ってるかな、ピカソの一番有名なゲルニカっていう大きな絵がありますね、戦争反対の絵が。あれは北斎から来ています。あれは北斎漫画から来ています。あれは線描ですね、線で描かれている。線でこれは芸術をやっている。それがゲルニカの大きな絵ですね。20世紀最大の名画と言われますが、ピカソは50歳ぐらいからですね、北斎勉強したのが線で描ける。これがゲルニカですね。これも線描ですよね。まあ、今度は日本の話になりました。空海が出てきましたね。この人もちょっと覚えておくといいんですがですね、まあ、ここから日本の話になるんでしょう。空海っていうのは空と海という名前が。これは北斎に通じるんですね。北斎は水を描いて海を描いて。北斎っていうのは北斗七星ですから空ですね。そういう世界観、宇宙観なんですね。で、なぜここに出てきてるのかっていうと、書の神様なんですね。書っていうのは象形文字なんですね。線で形を作ると象形文字なんです。それの本体が空海ですよね、日本では。だから日本人は書画をやってるから線が描けるっていう素晴らしい民族。そういう言い方をすると象形文字ですから皆さん絵を描いてる。それが空海から始まるんですね。で、空海ってのは水の空海って言うんですけども、治水をやった男ですね、日本で初めて。まあ、その空と海があって。あとは出てくる、うん、その後に出てきてるのは雪舟。この人をここに出てきてるのはですね、これはさっき言いました15世紀のレオナルド・ダ・ヴィンチと全く同じ時期の人です。雪舟というのはローマ字の雪舟というのはダ・ヴィンチと同じ頃からですね、覚えてるんですね。同じ頃の領巨匠から、日本側はここから始まったというんです。西洋側はルネッサンスから始まった。そういう言い方をするんですね。そういう意味では、摂取がいた。向こうには空海がいた。あ、旅一がいた。同じ頃です。で、摂取の面白さっていうのはですね、真ん中にあの太い線がフィラッと。あの一本の線で崖を描いた。崖のすざましさを一人で描いた。すざまじいことですよね。で中国に勉強してるんですね。彼は東京に勉強してるんですが、面白いのは帰ってきて、もう中国から勉強するものは何もない。どういうことを言う人ですね。こういう線描きを日本で始めた雪舟、日本側は雪舟から始まったと。すざまじい線の厳しさがある人ですが、これを覚えてくるんですね。雪舟から始まった。それで、やっと北斎に来ましたね。この北斎、そのダ・ヴィンチといくつも似たところがあるんですね。この人は、まあ、その15世紀のルネサンス期と、これはもう19世紀ですから、江戸の末期ですね。その頃の北斎との
当に打点が多いんですが、教育者なんですね、2人とも。非常によく勉強するし、教えるんですね。で、先ほど言ったように、そのダヴィンチというのは8000ページのダヴィンチの思考があると言いましたね。北斎はですね、4000 の、 その絵を描いてます。漫画絵で4000描いてます。で、そうですね、漫画という、さ、漫画という言葉は北斎が作った造語です。うん、漫画文化って言いますけども、北斎が作った造語です。覚えてください。江戸時代に北斎が、江戸時代に、よろず絵って書いて漫画だ。北斎漫画って書いてますね。で、その北斎漫画を世界中が勉強したんですね。これは何だっていうことで大騒ぎになるんですけども、この男はとんでもない男ですね。ああ、さっき言いました。これが、神奈川内浪浦。同じ人に次ぐ有名な絵です。2番目に言うのこれはあの大英博物館の館長もボストン美術館の館長も言うんです。僕が言うんじゃないんですよ。同じの次に言うのはあれだ、プレトヨルだ。プレトヨルとドビッシーがですね、ラメールって大交響曲ですね、浮いている。この映画は音が聞こえた、あの大交響曲が生まれた。音楽の世界だ、ドビッシー。ドビッシーも印象派ですけど、大きな流れがあるんで印象派です。で、この映画はラメル、大好評のこと。だからフランス人は知ってるんです、僕。フランス人、ラメル大好きですかね。美しいです。で、この映画はそういう音が生まれたというですね。何がすごいのかと言いますとね、これはこんな版画ですよね。ところが世界を動かす。どういうことかと言いますとね、この絵はですね、海外の人はね、大きな自然があって、船が3隻いますね。20何人です。数えると人間がいるんです。自然と人間が争う。自然と人間が争う様を神が見ている。霊峰富士ですね。富士が見ている。これを三位一体の名画。そういう言い方をするんです。三位一体の名画。海外ではそういうんです。日本人はあまり知らない。これは何ですか。世界がそう評価している絵なんです。で、今は自然と人間が共生できるか、壊しちゃった自然をどうするんだ。先ほど言いましたね、ダヴィンチが自然から学べ。そういうことなんですね。で、これも知恵の論点です。これは向こうから寄せる波と、こっちは引く波ですね。寄せる波と引く波を書いてますね。水の北斎って言うんですけど、水をかける絵師っていうのは本物だ。一番うまい絵師って水をチャレンジするんですね。動きますので、水は。水にチャレンジする。北斎は水を描いて世界一です。これは引く波、寄せる波。もう一つ、お波と目波って書いてます。男の水、女の水。大きな絵で書いてます。水をかける絵師なんですね、北斎というのは。枕ですね。お波、目波。面白いでしょ。海の波を男の波、女の波って書き分けられるかっていうのは北斎ですね。あ、この絵の面白さっていうのはこの額縁の方にもあるんですけどね。江戸時代にエンジェルを描いてますね。エンジェルっていうのは向こうの宗教の天使ですね。天使まで描き込んでるんですよ。っていうのは北斎はですね、あの時代、江戸時代ですけども、後期ですが、あのくらいの西洋通はいなかった。江戸時代唯一の知識人ですね。あんまりそういうこと聞いたことないんです。海外の知識を一番持ってたのは北斎だと言われてますね。というのは、洋書を買うのも北斎だった。天球芸とか地球芸を買ってましたね、北斎。ものすごい高いです。どんどん買ってましたね、北斎。この絵はですね、八方睨み鳳凰図ですね。
このポーズが手塚火の鳥を描きましたね。漫画の王様って言われますが、手塚はこれから火の鳥を描いてます。皆さん手塚はご存知でしょうけども、北斎のこの絵から火の鳥が生まれています。先ほど言いましたように、漫画文化っていうのは北斎からです。日本は世界に誇る漫画って言いますけれども、北斎なんて知らなかったという人が多いんじゃないかと思うんですが、北斎ですよと。これはですね、先ほど言いましたパスポートに入っている富岳36系の三角白鳥ですね。これわかるかな？下に、あれ、ギザギザ。これはですね、ここの方であります。外務省とパスポートのガイドブックを作って、バーをやってたんですけど、外務省の人はですね、この下の線は、これは、富士山にある道ですか？ですね。タイトルの白雨って何ですか？というふうに聞くんですよ。白雨って日中に降る雨を白雨って言うんです。うん、日本では狐の読みっていう言い方をしますね。日中に降る雨、白雨です。で、上は晴れてるから日中なんですね。下が黒くなってるのは山の下は土砂降りの雨だ。で、あの線は、黄色い線は雷です。っていうのは、上が晴れてて下が土砂降りで雷がギラギラやってるっていう、そういう不思議なやつ。三角白雨って書いてタイトルに書いてあるからその通りなんですけども、とこの絵は北斎は何号目で見たの？北斎が書いてるのは雷は上に10号目ぐらいまで行くと雷は下から上がってくるとそう書いてます。ゴーッと上がってくる。そう書いてます。それが三角白雲という絵ですね。日本人は富士山好きだって知らないですよね。北斎はこう書いてます。これは赤富士というんですが、書いてある。来風快晴。快晴って晴れて、晴れてないじゃない。イワシ雲がいっぱいだ。なんで快晴って書いてある？このイワシ雲がいなくなって快晴になると、富士は真っ赤になる。真っ赤になる寸前の富士を書いて、時間の経過を書いてある。というんですね。赤富士って。時間の経過を書くでした。というんですよ。でも、例えば今3枚の北斎の絵を見てみました。富岳36系の中の3枚ですが、それらがみんなパスポートに入ってます。外務省の人は何も知らないんで、あ、そういうんですか。そういうんですか。日本人の証明書は説明できないから、まるでしょうと。子供になんて。もうみんなパスポート持ちますかって書いてある。それが富岳36系ですね。富岳36系っていうのは36系で足りなくて、裏富士の10系を出して46系というですね。富岳は46系ありますというのですが、違うんですね。その他に100系あるんですね。これを書き上げた後にまだ足りない100枚書いて。富岳の100景というこのシリーズの中にあるんですね。別に100枚。それが北斎の富岳36景ですね。で、今言った100景の中の1枚、面白いでしょ？さっきのグレートウェーブみたいですけども、ちょっと違うんですね。波の波頭か、波頭が鳥になる。波が鳥が、千鳥が、ですね。千鳥ですね。こういう絵を描くんですね、北斎。で、この波は面白いのは、こちらの波と向こうの波とごちゃごちゃに描いてて、これをどっから描いたんだっていう。波はこうならんでしょうって言われるんですけど、お構いですね。これはですね、天文型があったんですね。この天文型、江戸にあった天文型に登って、高橋影康が富士を見てるんですけども、
あの地球みたいなのでありますね。あの天文型の照明なんですけども、天文型の絵を描いてます。ところが、その確かにやつはですね、シーボルト事件で処刑されてますね。奉行です。天文型の奉行です。処刑されてます。で、このシーボルト事件というのは大きな事件になるんですが、北斎と一番仲。このシーボルトはですね、皆さん、東インド会社のオランダの医師としてやって医学を教えましたね。長崎に。日本の医学、西洋医学分かるから、全部そうだと思うんですね。日本の獣医の小滝さん。日本で初めての女性の医師ですね。シーボルトの。多いね。奥さんが大滝さんで、お稲さんが仕事の教えが。そのシーボルトと一番仲の高橋景康。なぜ処刑されるかというと、日本地図を渡したということで処刑されています。とか日本地図なんて、オランダの東インド会社は何百回も来てますから、何枚も持ってってんですよ。理由にされたんですね。幕末に、徳川幕府がひっくり返っちゃっていけないということで西洋をみんな嫌ったんですね。鷹の長英なんかも忘れられてますね。その頃の話ですが、当時の筆頭で処刑されてます。で、この高橋上康というのは北斎とも一番仲、シーボルトも仲良かった。まあ、そういうそのシーボルト事件で説明しますが、ここに出てきたのはですね、さっきの五百景の中の一枚でですね、正月の富士ですね、夢見の富士というんですか、初夢の富士なんですね。一富士、ここに富士山見えますね、ぼんやり、右側の方に。一富士、二鷹、真ん中、下は三なすび。で、鷹がですね、キジを捕まえてるんですね。おっぽはだから、知事のおっぽですね。なんだろうというと、徳川幕府なんですね。知事は。あ、鷹は幕府で。で、知事という喜び事ですね。喜び事を鷹が抑えてるという。抑えるそういうやつ。夢見の富士ってですね、正月の。凄まじいのは北斎のその夢をこう書くというと、これが今出てきたのは、これが北斎漫画ですね。さっき言いまして漫画文化、北斎から出て今世界中漫画っていうの世界語ですね。フランスでも漫画、英語でも漫画文化は北斎から出たんです。で、その漫画文化というのは何が書かれているのかと言いますと、ここに出てきているんですね。これは寺小屋の風景ですね。さっき言いましたように、レオナルド・ダ・ヴィンチの教師だった。北斎は江戸時代最大の教師ですね。寺小屋はこの時代1万6000あったんですね、日本中。それを指導してた北斎。これはお稲と一緒にやってたんですけども、で今出てきたのはですね、これはボストン美術館が持っている漫画の絵です。日本にないです。これは漫画、北斎ロスト漫画が下に書いてある。これタイトルですね。ボストン美術館が持っているんです。で、この絵見てわかるのかな？例えば、あの上の3と横の3と比べるとサザンが9。和山ですね。関の和山を教えてるんですけど、算数を教えてる図ですね。北斎はその書画だけじゃなく数学も教えてました。で、あの頃の寺があってね、今の国連ユネスコですか、あの寺子屋って日本語で発信を始めましたね。寺子屋、日本語で発信してます。なぜかというとですね、貧しい人たちまで勉強できた時代があった。これは江戸時代の文化文政時代ですがね、
曲が11代将軍家斉の頃ですね、文化文政期ですけども、その頃に奥さんが寺川を指導しているのですが、その頃識字率字を知ってる書けるという識字率が 90% を超えてる日本だけだったんですね。パリもロンドンも 70% いかないんです。60数パーセントですね。日本だけ90を超えてた世界一の教育の国だった。今は何番目だかご存知ですか？51番目51か見えますか？最悪の国です。今東大で、東大は30なんですか？日本一の東大。15年前に東大10位から落ちたことなんかないです。34番。どうしたんだって。最悪です。この間、国会議員と話したんですけども、どうしてこういうことになったんですか？教育費って毎年 1% ずつ下げて、教育費を下げてる国はないんです。なぜかというと、教育は未来だ。みんな上げてるんです。どうやってパーセンテージ上げるか、予算を。日本だけ 1% ずつ下げて、最悪の国です。今子供たちにとって不幸な国ですね。だから僕が言ってるのは北斎、文化文政の頃の北斎の親、ものすごく活躍してて、しかもなぜその 90% を超えてたかと言いますと、女性なんですね。女性が習うために大根を持って、これで教えてくれます。人参一本持ってきて教えて、誰でも教えたんです、寺村。それが 90% を超えた最大の文化国家になってたんです。歴史にそう書いてありますから、事実なんですよ。今どうしちゃったんですか？で、僕が言ってる教育者を抑え、教育者ダヴィンチっていうのは、教育者っていうのはいつでも時代の境目で大活躍するんですね。で、北斎はこれをやったのは江戸末期なんです。で、さっき印象の彼の話をしましたね。それから彼だとか、芸者だとかデザイナーの話をしましたが、あれは幕末ですが、その幕末の頃にですね、パリ万博があるんですね。1868年です。1868年、日本の幕府のパリ参加しています。15代ケーキに慶喜のその頃ですが、息子の14歳か15歳ですね、大正で行ってますね。徳川家からパリ万博、向こうでパリ万博をやってる最中に日本から通知が来て、すぐ帰る、帰ってきたら江戸城はなかった、徳川家がなかった、その頃の話です。幕末の。で、さっき言った四郎と北斎ってのはとても泣かなかったんですが、すごく北斎も狙われましてね、先ほど逃げのダヴィンチと言いましたが、逃げの北斎ですね。北斎は93代引っ越しをしています。93代引っ越すってどういうことだって、逃げ回ってんですよね。不思議な男でね、シーボルト事件で鳥居良三っていうその奉行ですけどね、下町奉行で南アルキ奉行は富山県知事ですね。その頃鳥居良三に追いかけ回されましてね、捕まったら殺されちゃう。その時にシーボルト事件の時にですね、28人出兵されてます。関わってます。一番関わってたのは北斎。北斎に参りましたね。で、この資料とですね、その時に日本からもう、ここに通報になっただけですよね、学長。けど、この人はですね、まあ、中央されてオランダに戻る。オランダ人じゃないですか、ドイツ人ですから。この仕事はですね、ドイツが送り込んできていたスパイです。ドイツ人のスパイですね。ドイツの大使館で
7、8年前かな、僕に呼ばれましてね、学会があったんでね、多大事な方法にして、遠藤さん、シーフォーとは刀術が30箇所、医者です。とんでもない、戦う、え、医師です。知ってますか、知ってますよ。司馬遼は、司馬遼太郎は、33箇所の傷があるし、と書いてあるんです。司馬さんがそう書いてるの知ってますよ。あ、知ってますよ。とんでもない、そのドイツのスパイです、チームと。あれはドイツ人が送り込んできたスパイ、大使がいましたよね。なぜかっていうと、東に逃れちゃったのはオランダですね。オランダみたいなちっちゃい国で、あんなに優秀なやつを日本に派遣できるわけがないって、大使がいるんですからね。ちっちゃなオランダで、シボで、あんな大人物を送り込めるわけねえぞ。ドイツから送り込んだ。まずいってます。だから、これはドイツ人が日本に送り込んできてたスパイですね。しかも、とても面白いのはですね、彼は国に帰った後、日本っていう本を3冊出しましたね。そこから初めて近代国家の日本が生まれるんです。で、彼は、生物学者ですね。親父も、そのおじいさんもそうですね。大学の学長で生物学者ですね。で、この人も生物学者ですから、いっぱい集めました。最後にですね、あの草花を全部描いたんですね、北斎っていうのは。ね、草花を描いたっていうのはね、これは北斎の本ですけどね。これは鳥ですね。鳥、みんな全部描いて。この魚もみんな描いてますけどね。これは動物、あらゆる動物が描いてあります。これは魚もザーッと描いてますよね。魚、この魚も調べさせたことあるんですけども、ものすごいですよ。鱗一枚もですよ。で、植物ってありますね。花も全部描いてる。で、こんなの何があってんの？江戸時代に百科事典を作ることですね。百科事典ってのは知識がないからできないんですね。いっぱい漏れますから。北斎は百科事典を作ろうと思うんです。すざまじいよとですね。で、今、百科事典のかけらが、こういうのが出てくるんですね。あの北斎っていうのは3万枚の1、1万5000ぐらいしか分かってないんですね。あとの1万5000、海外。で、この間、大英博がパリから買ってたのは103枚の、百科事典で一部です。103枚で買ってきますね。大英博。去年ですよ。すごいでしょ。植物も全部書いてある。だから、スパイの資料にしてありがたいわけですよ。あいつと付き合っていろんな絵を描いて、一番仲良く、全部向こうで本にしてます。百科事典を作ろうと思ってた絵師、するんですよ。まあ、例えば、そういう意味ではね、その海外がとても北斎のことを評価していて、日本人は知らないだけなんですね。日本人は知ってれば優秀ですから、理解すれば発信するんですけども、誰も教えてくれなかった。教科書にも書いてない。ただ知らない。外務省だと俺ひれきですからね。この間の、私、林さんって外務大臣、林さんが外務大臣のことを
この間の話で、ダメじゃないよっていろいろ話をしてるんですよ。しっかりしてくれればなんですよって話をしてますが。例えばさっきのこれがボストンからだし、全部英語ですよね。ボストンのサイナー。全部英語です。この中にも魚屋なんていっぱい書いてあります。日本にないんです。例えば波の芋、これも半芋もないんです。これはボストン、アメリカのボストンはなぜ日本のものを出版するの？ボストンビースから出したと思うんですけどね。例えばそのぐらい海外では北斎のことをよく知ってて面白がってます。日本に関してはね、あ、奥さんが寂しいね。で、いや、これ今チケット買ってくれてくれたんですよ。これがヒントですね。ああ、ちょっと舞台漫画いろいろ出てるんでね、面白いですね。一番左に出てるのはこれ、スズメ踊りっていうんですね。これ一枚ずつパラ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 漫画で動くんです。踊り出すんです。スズメ踊りって言いますね。アニメをやってんですね。江戸時代に北斎はアニメを。まあその他にいろんな絵を描いてますけども、面白いのは下にある風の絵ですね。風を描く。さっきダヴィンチが空気を描けるか、ガーと同じで。北斎は風を描くし、水を描く。ね、北斎っていうのはそういう意味では官能の絵師なんですが、先ほどのダヴィンチというのは万能の天才って言いましたね。万能の天才に対して万能の絵師という言い方をするんですが、北斎をですね、彼らは19世紀最大のアーツ、19世紀ですよ、印象派は誰も入んない。北斎が頂点に、彼らはそういう評価をしてます。なぜ日本人そんなこと知らないの？面白いでしょ？ただ知らない。で、最後にその、まあ、10分ぐらいにまとめた映像があるんで、見れるか。ちょっと北斎のちょっと映像を見てみましょう。っていうのは、まあ、僕は先ほど言ったように、北斎の番組をいっぱい作ってますんで、その一部を切り取って、ちょっと映像にまとめたものがある。というのはですね、この映像はですね、今、自民党の国会議員にみんなに配ってます。みんな北斎のことを知っとけ。例えばパスポート作ってる人間も北斎説明できない。窓口も知らない。ダメでしょ。今、林大臣とかそういう。で、それを見せた映像があります。配りなさい。それを見せてみましょう。例えばこれは北斎の絵辞典なんですけども、こういう絵の辞典ですね。北斎の場合にはあらゆるものを描くという不思議な男で、全部描きたいんですね。ですから花も全部描いたというのと、それから江戸時代の櫛なんかをデザインしてましてね、櫛のデザイン、それと着物を着てらっしゃる人もいます。江戸コン何冊も出してます。1冊や2冊や江戸公文帳だけで何冊も本にして、ものすごいデザイナーですね。日本人も知らないでしょ。着物のデザインをやってる人は知ってますけども、彼らは海外ではない。
デザイナー北斎です。あ、これはちょっと出ましたね。これは5、6分ですから、ちょっと見てみましょう。出力をスピーカーじゃないですか。ズームに変えます。じゃあこれで出しましょうか。マイクを一瞬。先生のマイクを一瞬。地球が悲鳴を上げているかのような未曾有の災害と新型コロナウイルスの災いが人々の心を疲弊させたこの数年、これからもますます増え続ける心の問題です。今空前の国際シンドロームが起きています。自然と人間との共生を描いた江戸の天才絵師が今また世界を動かしているのです。北斎は万物の鼓動、命を描いた絵師だからこそ世界が注目しているのです。今の時代にとってとても大切な人です。160年前19世紀末、北斎はこの日本からヨーロッパに素敵な風を送りました。海や山、自然の鼓動を描いた北斎にヨーロッパは驚きました。北斎から多くを学び、北斎の息吹を受けた画家たちが印象派という新しい時代を作ったのです。それがジャポニスムの風です。北斎は19世紀末の美術史を変えたと言われ、19世紀最大のアーティストと言われています。時は19世紀、東から西へ、パリに奇跡の風が吹いた。風の正体は葛飾北斎。東洋の小さな島国に生まれた絵師、北斎の風は遥か大海原を越え、パリの画壇、そしてヨーロッパ中に吹き荒れた。Ça, c'est vraiment un des artistes japonais qui parle aux visiteurs français, en tout cas qui suscite sa curiosité. Thank you.
北斎には謎が多い。彼の作品がヨーロッパに渡ったのは江戸時代。日本は鎖国をしていたにもかかわらず、いかにして北斎は海を越えたのか。北斎に心酔した人物がパリにいた。日本人が最も好きな画家モネである。北斎の何がモネの心を捉えたのか。神奈川の沖ナビウラはモナリザに次いで知られる世界的名画。ダヴィンチはイタリアでは神と崇められている万能の天才。北斎は日本のダヴィンチだった。二人の巨匠に通ずるものとは。生涯に残した作品3万点以上。1日1枚描いても80年以上かかるというのに、北斎は自らの法要が画教寺神羅万象を描いた万能の絵師が絵画に込めたメッセージとは。今こそ私たちは知るべきである。世界の巨匠北斎、その偉大さと恐るべき火力の秘密を。くしくも2020年、北斎の自然を描いた名作富嶽三十六景のうち24景で埋め尽くされた日本のパスポートが完成しました。世界でモナリザの次に有名な絵、それが富嶽三十六景の一つ、神奈川沖浪裏です。美術大国の日本ならではと世界に言わしめた北斎の富嶽三十六景。世界が評価する原点はこの作品にあります。これは北斎が70歳過ぎに描き上げた北斎芸術の集大成なのです。その美術大国の日本の顔、その証明がこの日本のパスポートなのです。北斎の世界観は青い水、青い空、自然、そうです、美しい青い地球です。その青い地球がこのパスポートのテーマになっているのです。葛飾北斎、海外での評価は万能の天才レオナルド・ダ・ヴィンチに次いで高いもので、北斎芸術の圧倒的な評価に比べ、残念ながら日本では浮世絵師の一人だという認識しかありません。海外と日本では芸術に対する認識の温度差があるのです。浮世絵を描き、肉筆画を描き、デザイナーでもあり、そして子どもたちを愛し寺子屋を支えた教育者でもあります。北斎は時代の流れを読み、幕末に向かう歴史を大きく動かした重要人物なのです。昨年、北斎の百科事典の下書き103枚が発見され、イギリスの大英博物館が購入して大きな話題になりました。これからも多くの作品が発見されることでしょう。日本では日本人の証明書であるパスポートに48ページもの富嶽三十六景が登場しました。この作品は北斎が70歳過ぎから書き上げた集大成なのです。2024年発行の新千円札には神奈川沖浪裏が入ります。北斎の巻き起こした風は今また世界を動かし、中国の北京、台湾の台北、フランスのアルザスと北斎展が開かれる予定です。160年の時空を超え、世界は今熱狂的に北斎を待ち望んでいるのです。グローバーです。日めくり3分間名画の旅、今日の作品はこちらです。今日の作品は葛飾北斎の富嶽三十六景神奈川沖浪裏です。北斎研究家でもある番組監修の藤久志先生からお話を伺いましょう。この絵は北斎の数多く描かれた作品の中で、また富嶽三十六景の中でも最も知られた代表作ですね。北斎は富嶽三十六景、実際には46景を描いていますが、70歳を過ぎてから描いた連作
そういうものなんですね。この絵は大きな波を描いていますが、波の裏まで描いているんですね。これは現代のカメラの5000分の1のシャッタースピードで撮って、やっと見えるんですね。この水しぶきや水の動きが国際には見えていたんですね。江戸時代に科学者の目を持っていた基礎の天才絵師ですね。この絵はダヴィンチのモナリザに次いで世界に知られた名画と言われてますね。印象派の多くの画家たちに影響を与えた驚くべき力を持った名作ですね。絵画の分野だけでなく、音楽家のドビュッシーはこの神奈川沖浪裏から交響楽ラ・メールを生み出しましたね。ラ・メールとはフランス語で海のことですね。また彫刻家のロダンにも、そしてガラス工芸の巨匠エミール・ガレにも影響を与えましたね。19世紀にジャポニズム旋風を巻き起こしましたね。この絵は海外では自然と人間が争う様を霊山の富士、つまり神が見ている、三位一体の名画とも言うんですね。世界の怪奇映画の中でも最も有名な名作とされているんです。沖縄見えるは日本人にとって誇らしい名画ですね。よろしいでしょうか先生。今日私たちは口を挟むのを遠慮したんですよ。そうだったんですか。それならせっかくなんでもう少し話をさせてください。いや先生、残念ながら今日はもうお時間です。では最後にクラシックソムリエの田中康さんから今日の音楽のお話を伺いましょう。今日の音楽はドビュッシーの交響詩海です。美術と音楽における最も美しいマリアージュが北斎とドビュッシーの関係なのではないでしょうか。交響詩海の楽譜の表紙にドビュッシー手書きのグレートウェーブの模写が書かれていたことは当時のヨーロッパにおける日本ブームの証明です。まあ、今のはですね、私も出て喋っておりましたが、先ほどから横にいる安井さんがナレーションをしておりましたね。彼女は文学座で大活躍している女優なんで、それから、男の解説をしてたのは片岡鶴太郎ですね。まあ、鶴さんも仲がいいんで、ちょっと手伝ってください。まあ、そういうことでこういうものを作りましてね、銀に今かかってます。どこまで知ってますかということと、日本人として知っておいた方がよろしいんじゃないですか。もっと言うと、子どもたちのために絵はとても大事なんですということを言っておりましてね、先ほど言いましたそのダヴィンチが言っている絵画は最高の芸術だというんですね。これは何を言ってるのかって言いますとね、その目は耳の70倍賢いって言うんですね。70倍賢い目というのはいろんなものを吸収しているんですね。子供の頃に見せておくと忘れないんですね。3歳の時に見た絵は40歳になって、あ、この絵知ってた、どっかで見た。目は賢いんですね。だから子供の頃に絵を見せる、とても重要なんです。で、今は絵を見せるところがとても少なくなりましたね。で、絵画というのは時代を映す鏡であるというんですね。ブラダヴィンチが言ってます。っていうのは、どの時代でも絵を見るとその時代が見えてくる。とても重要な役割をしているんですね。というのは、例えばそういうことを含めて絵に触れる機会がないといけないんですね。ここにいらっしゃる方たちは優秀だと思うんですね。あ、絵を皆さん知ってる、絵を見に来た、とても重要なんです。今子どもたちは心がささくれ立っているんですね。これはコロナのせいもあるし、自然が破壊されてしまったという、どうするんだという、未来はどうするんだ、しかもその上戦争をしている、どうするんだ、子どもたちは手の打ちようがないんですね。大人が考えなくちゃいけない、我々の責任なんですね。
我々が未来にどういうメッセージをするのかっていうのはとても大事な時だと僕は思ってるんで、皆さんの力をぜひとも借りたいと思っております。まあ今日はそういうことで私の講義が終わりますが、どうもありがとうございました。何かご質問がありましたらどうぞあのしていただいて結構ですよ。大丈夫かな、はい、それじゃ変わりますんで。あ、どうも お疲れ様でした。素晴らしいお話を聞けて本当に感激しております。しかしこの北斎学会の、台所事情をちょっとお話しします。外務省と、遠藤理事長とは作ったパスポートの公式ガイドブックを外務省が、一応これを購入して作ったんですけど、ね、それで挨拶が外務省になってましてね、公式ガイドブックなんです。でそれを去年のオリンピック、東京オリンピックの時に、1000部作りまして、オリンピックの要するに役員に配ったんですね。その時に、外務省からお金を出してもらいたい、公式ですから。それを出さなかったんですね、予算がない。それで、やっぱりあのギリギリやってる北斎学会がお金を出して、非常に、まあ、台所需要っていうのは、頻迫したんですね。だから僕はあのこれを、1000部以上あのこれからすろうと思ってます。でその時に、外務省の挨拶のところに企業名を入れたり、そのカレンダーの、あの内議カレンダーみたいな感覚を持ってもらえれば、うちは500部欲しいとか1000部欲しいとかいうことで、これはあのなぜそういうことを言うかというと、英語と日本語を書いてあって日本の文化を知る一番の教科書なんですね。ですのでそれをあの北斎学会があの救急してたら私たちこの世界で活動できませんので、やっぱりあのまず北斎学会を助けて、これである程度の活動ができるように私たちは協力したいというふうに思ってます。でまず侍が全部作りますので、それあの欲しいという方、後であの作ったらあの買っていただきたい、今見積もりを取ってますけども、 そんなに、高くはならないと思いますけども、1000円か1500円かそのくらいで、非常に教科書的なものですから、外国の方も英語で見れますし、日本語、日本人は当然日本、結構フランスでやるときはフランス語と英語にするか、それはあのフランス側で決めてもらうんです。で本当に、10月の、あ、11月の中から、中から半年間ニュールズ、アルザスのそういう美術館、それ160周年が来年になります。だからちょうどそれに引っ掛けて、160周年のイベントとして、アルザスで取り上げていただきましたので、皆さんもぜひ一緒にあの行きましょう。それでもう盛り上げて世界中をその、北斎を旗頭にして、暴れ回ろうというそういう計画で、もう3つ、美術館が決まってます。その中の2つ目の美術館はミュあのアルザスにあるんですけども、ウンターリンデンという有名な美術館で、ルーブルの次に入る人気の美術館です。そこにもう1年か2年やることが決定してますんで、本当に北斎ってのはすごいな、この北斎のビッグブランドを使わずどうするんだ日本人という、そういうテーマで今日は
理解されたと思います。本当に、私たちの財産ですから、でもぜひこれはみんなで盛り上げて世界をあっというふうに驚かせたいと思いますので、まずはこれをいろんな方に配っていくということは非常に大切なことだと思いますので、自分たちでまず勉強してそれで、進めていきましょう。ちょっと質問ではなかったんですけど、まずはこれを言いたくて、ちょっとマイクを書きました。よろしくお願いいたします。あと質問を。もう大丈夫ですか？何か質問があれば。いや、今日はありがとうございました。それじゃあちょっと、はい、どうぞ。先ほどお話をいただきましたので、北斎が93歳受賞したということで、はい、で、で、スパイだというレッテルを貼られたわけですが、はい、なんで93歳の土地をして、はい、そうですね、これはいろんな考え方があるんですが、彼は実際に動いたのは70歳過ぎからなんですね。先ほどの富岳36景っていうのは71の頃に出して、それから100景っていろいろ橋の100景、それから、滝の100景とか書いていますね。日本中を走り回ってるんですね、北斎は。で、実際には90まで行きましたけども、その20年ですね、その間に50数回引っ越してるんですね。で、その70歳の頃に仕事事件が起きるんですね。で、それから鳥居要造にちょっと追われるんですね。まあそういうこともありましてね、北斎はあの頃から向き回ったなっていうのと、三浦屋八右衛門っていう隠れた名を使ってますね。これは陰性した時の千葉とかあちこちにこう名前を書いて住んでたんですけども、そういう事情があっておそらく捕まると非常に危険だったという事情があるのとですね、これは江戸時代の人別帳っていうのがございましてね、人別帳の中でですね、住所不定って書いてあるのは北斎だけなんですね。人別帳ですからどこどこに住んでるの何や、これは人別帳なんですけど、北斎だけ住所不定とかね、そのくらい動きもあって、で、一部にはですね、北斎は隠密だったという説があります。というのはですね、その仕事とも仲良かったということも含めまして、隠密だったという、これは隠密説というのはですね、例えば松尾芭蕉も隠密だったということを言われますが、隠密説というのがあるんです。で、北斎の場合にはですね、70過ぎからいろんな動きをしてますね。40動きもあってます。と、もう一つはですね、北斎の娘、お栄がですね、北斎が90で亡くなった時に、50数歳なんですけども、突然消えるんですね、日本から。まあ、江戸から消えた。その後、何も出てこない。あの頃、もうお栄にも随分注文が入ってた有名な絵師だったんですけども、お栄は。それでも、それはプツッと消えてるんですけども、その後、お伏せに消えたのが、前田、天の前田が困ったのかという説がありますが、まあ、その他に安井さんなんかは海外に行ったのかもしれないとか、だから北斎の娘の、おたけの娘なんかとも一緒にいたんじゃないかとかっていう、そういう説がいろいろありますが、突然消えるってありえないんですけども、消えてるんですね。そういういくつかの事情があって滅説ですとか、から93回引っ越した、名前を33回変えてますね。絵師が名前を変えるっていうのは異常なんですね。なぜかというと、白重にしても名前が売れてやっとオーダーが入ってくるんですね。33回名前を変えて93回引っ越しをしますとね、オーダーが来ないんですよ。どこにオーダーするの、北斎に頼むのどうする。33回の引っ越しにしても93回の引っ越しにしても33回の名前を変えたという説にしましてもね、非常に不思議な絵師なんですね。北斎ってのは50歳後の一時期の名前だけなんです。いろんな名前を使ってます。先ほど学教授っていうのも出てきましたけども、
選挙であるとか、リーチであるとか、いろんな名前を使ってます、北斎は。北斎っていうのは一般的にね、皆さん知ってるから使いますけども、50歳頃の一時期の名前なんですね。33名前を持ってる石ですね。まあ、そういうことがありましてね、93回の引っ越しというのは危険すぎたから動いたんじゃないかという説が、まあ、我々が思っている説でございます。何か他にございますか？はい。どうぞ。今回の今日のハイライトといいますか、その途中で、北斎をはじめとしたその浮世絵の絵がどれほどこう印象派に影響を与えたのかという部分を、まあ、私はいろいろそういうのが好きなので、だんだんこう気づいていったりはしてたんですけど、多くの方が、非常にそれはまあもったいないことがあるんですという話も、非常にそうだなと聞いておりまして、で、今回そのパスポートに、936というのが乗り始めたというところを、まあ一つのきっかけとして、これから、教科書、国語なのか、歴史なのか、技術なのか、そういったところに、そうですね、そうしたいのでですね、文化庁とも外務省ともいろいろ話をしてるのですが、正直に言いましてね、なかなか動きませんね。先ほど歌川さんおっしゃいましたけども、全部我々納入しましたけども、お金を払っていただけないし、挙句の果てに予算がないので、これらを広めることはできません。どういうことかって言いますとね、外務省がパスポートをやったのと、その文化庁が北斎という名を宣伝するのとは違うって言うんですね。外務省はパスポートをやったからいいじゃないかっていう。北斎を広めるんだ。これは文化庁の仕事だ。そういうお話でね。どちらもお金を出さない。たかが1億か2億ですよ。なんだっていう、マスコミに無駄なお金を使ったりしてるのに、そんな金もないわけ。おかしいだろう。正直に言いまして、そういうことで、我々は我々なりの苦情の付け方で戦っておりますけども、なかなか国は動きませんね。文化は金にならんでしょう。そういう言い方があります。民間で動きます。ちょっと待って。その武田さん来てらっしゃるんですか？教育、教科書を作ってる会社なんで、今日聞いていただいて、やっぱり子どもたちにこの北斎の授業としてやれるようなそういう教科書を作るっていう感じはできますか？ちょっと来ていただいて、ちょっと感想を聞かせてください。今日読んだ今日いい、ね、ちょうど文部省動かない。なんで動かないと思いますか？今ご紹介いただきました、私は日本教科書の武田と申します。私どもは道徳の教科書だけなんですが、中学校の教科書を作っております。今日 のお話とっても興味深いお話でした。でとても大事なことだなということは思いました。ですから、もう私としては、このお話をですね、ぜひ道徳の教科書で、取り上げたいということを、思います。ですので、まあ、一つですね、私の方で、会社の方に掛け合って、教材化ができないかということを話してはみたいと思っております。ということで、ですので、教材の方で、先生とはですね、やり取りを、まあ、お話をさせていただければなということを思います。どうもありがとうございます。いいですね、頼りになる人が出てきました。ありがとうございました。今言ったように、その子どもたちのために何ができるのかっていうのは大きな役割だと思っているんですが、
これはまだまだ我々も長いこといろいろその文化をやっている、まあ、絵画をやってますけれども、なかなか浸透しないもんなんですね。僕の番組の中でも、2年間毎回5分の番組で北斎とかやりましたけど、ほとんど知られてないですよね、うん、そんなもんなんですね。一生懸命宣伝してるつもりなんですよ。なかなか伝わっていかないんですね。まあ、それと北斎の場合には右傾師だというイメージが強いんですけども、肉質画の方が多いんですね、うん、今日もその肉質画の展がちょっと東京フォーラムであったもんですから、そこから出したんですけども、いい未発表のいい肉質感出ておりましたけども、これは仲間ですからね。で、一つ大事なのはですね、先ほど大英博物館が103枚買っていましたって言いましたね。その前にね、僕は大英の、ね、ティム・クラークっていう学長ですから、学習院で学会がありましてね、彼らがデータベースを作ってるんです。北斎の世界に発信してるんです、大英博物館がですよ。で、ティムさんに、なんで大英が日本の北斎のものをデータベース作ってんの、国が3000万出してきました、日本は100万円も出します、はっきりして。で、この間パリから買っていった103枚は6000万です。日本からも行ったんですよ、業者。ところが業者ですから、向こうは国ですから、6000万、4000万超えた時から日本人は手を引いてます。大英が6000万で買っていきました。どんどん買っていくでしょうか。日本は一銭も出さない。こういうね、大きな違いがある。これを僕なんかは、日本の国はどうしたんだ、日本人だろう、日本がなぜ北斎をデータベース作って発信しないんだ、こんなバカな国あるのか、大英が発信してる。でその時に言われたのね、北斎は世界の北斎でしょ、大英が持つのは当たり前だ、こういうことなんです。そういう言い方ですよ。日本はどうしたんだって。本当ですよ。まあ、これはティム・クラークという学長との話です。大英博の。で、そういうことをいろいろやってますけども、ぜひとも皆さんの力がいる。本当にそう思います。まあ、くれぐれもよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。どうも長い間ありがとうございました。ちょうど時間が、9時にはこのビルの外に行かなきゃいけないビルなんで、片付けと速やかに忘れ物がないように、お願いします。で、もしもうちょっと先生とお付き合いしたいということであれば、承認する時間がある限り少し先生の、委員会して勉強できるんじゃないかなと思いますけど、よろしいでしょうか。今日は本当にありがとうございました。じゃあすぐ片付けましょう。素晴らしい内容でした。本当にお話ありがとうございました。素晴らしかったです。ちょっと今日また出かけなきゃいけないんで、また、はい、ありがとうございました。はい、また別の機会に、ご参加ありがとうございました。では中継を切らせていただきます。